今回の動画は先日投稿したハレルヤのカウパーシン挑戦者決定戦にて失格者が出た件の解説動画の補足になります。前回の動画をまだ見ていない方は右上のポップアップか概要欄に記載の動画を先に視聴願います。前回の動画では3月19日にハレルヤで行われたカウパーシン挑戦者決定戦にて日本人プレイヤーのアイ氏と中国人プレイヤーのジー氏がマッチした試合においてジー氏が不正行為を行ったとジャッジが判断し失格裁定が下った件をお話ししました。この件についてリカダイ MTG 同好会と名乗るツイッターアカウントがジー氏の友人と主張し不正を行ったのはジー氏でなくアイ氏の方だという内容のことを拡散しようとしているようです。九段の失格はアイ氏とジー氏の間の認識相違が発端で起こったことですのでジー氏側から見れば不正行為を行ったのはアイ氏だという主張をするのもわかるのですが、理科大 MTG 同好会氏はそれにとどまらず、なんとジー氏は人種差別の被害者だ、ハレルヤが人種差別主義のもと日本人有利中国人不利の裁定を下したとまで主張し拡散しております。今回の失格の件は前回の動画で説明しました通りアイ氏とジー氏の双方に非があった中でジー氏側の非が大きく、さらに悪意の有無はどうあれジャッジを騙そうとしたと取られても仕方のない言動があり、それらを鑑みた結果ハレルヤのジャッジはジー氏に失格裁定を下したわけです。ジー氏が中国人、対戦相手のアイ氏が日本人だからジー氏に不利な裁定となったというふうには私にはどうしても思えず、仮にジー氏が中国人でなく日本人、あるいはアイ氏が日本人でなく中国人だったとしても同じ裁定が下っていたと思います。友人のジー氏側に不利な裁定が出たから言いがかりをつけているだけとしか思えません。理科大 MTG 同好会氏の中の人はおそらくジー氏と同じく中国人の方だと思われますが、同好会氏のみならず同好会氏の周囲の日本にいる中国人の MTG プレイヤーの方々も同じようにハレルヤが人種差別をしていると発信し拡散を図っているようです。さらに同好会氏らはこの件について日本国内だけではなく海外の MTG プレイヤー向けにも拡散しより大ごとにしようとしています。この海外向けの拡散を受けてアメリカのフォロワー19万人弱の MTG 系インフルエンサーが人種差別について言及し拡散させてしまうという事態が実際に起きてしまいました。またとある中国人の方のアカウントは同好会氏らの拡散を受けて日本に住む中国人プレイヤー向けのグループを新たに作り参加を呼びかけています。こちらの方このツイートの前後でハレルヤのジャッジの不当な裁定についていろいろ言及していましたので、このグループの意図は日本人のジャッジは信用ならないので日本人の対戦相手が不正をしないよう中国人の仲間たちが対戦を見守り対戦相手を監視しようということだと思います。そういうわけで同好会氏らの拡散活動は一定の成果を上げているようです。現在のところ爆発的な拡散には至っていないようですが、もしこれが海外でより広く拡散された場合人種差別主義者というレッテルを貼られることは社会的に抹殺されることと同義ですので、ハビエル・ドミンゲス選手ら海外のハレルヤプロス所属選手がチームから離脱してしまうなど、ハレルヤひいては日本の MTG 文化に大きな不利益を与えることもあり得ると懸念しております。同好会氏らはここ数日間ツイートをせずに沈黙している状態なので、このまま事態は沈静化するのかもしれませんが、日本の MTG 文化を破壊しかねないこの動き、しばらくの間注視していこうと思います。私は人種差別とそれをする人が大嫌いです。しかし人種差別をしていない人に人種差別主義者とレッテルを貼って名誉を傷つける行為も許せません。九段の失格騒動の登場人物の中で人種差別をした人は一人もいません。間違った認識がこれ以上広がらないことを願います。